事故物件住めばいいじゃん。俺、うん、絶対嫌だよ。そうなんですか。なんであんな幽霊かもみたいな感じなのに嫌な。いやだから俺はこいつは嘘ついてると思ってる。やめろそうなんですか。やめろ。いざなんかこうやって言ったら違う、あの事故物件住みます芸人ってもうやってる人いるのよ。そんないんの。松竹芸能に松原谷さんって人がいて、住みます芸人っていう言葉は吉本が作ったものだからな。いつもこういう話のつかみが、僕はあの事故物件住みます芸人っていうのをやらせてもらってるんですけどもっていうつかみから始まる人で、その人は、もともと番組のあれで、はい、企画でその事故物件に住むで、事故物件に住んで心霊映像が撮れたらギャラもらえるよって人なの、だからこうやってたの。そしたらそこからハマっちゃってずっと今も事故物件住み続けてるんですけど、これがね、この人俺死ぬんじゃないかなと思ってて。なあ、もう言ってなんかね、多分ね俺取り憑かれてそれやってると思うんだよね。元例に事故物件にで、事故物件じゃないあの心霊スポットで泊まって配信とかもしてるの、うん、で本人から聞いたんだけど、うん、どんどんなんか趣味とかも変わってったって。もともと男らしい感じだったのが、どんどんなんかほんとおかっぱで、うん、でレディースのシャツ着てみたいな、もうなんかどんどん女の人みたいになってってるみたいな、はいはいはい、だからもう俺女に取りつかれてると思って、うん、で実際こう名刺、まあ、あんま松原さんの話だからそんなに俺もしたくないけど、これ松原さんの話ですかね、うん、俺の話じゃなくて、友達と飯食ってたら、うん、で誰かがなんか唐揚げかなんか頼むみたいな、まあ、そこも俺忘れちゃったんだけど、なんか頼みたいって言ったら、あそれ嫌いだから嫌だって誰かがいたんて、うん、でそれを携帯いじってて、なんかあそうなんだとか思いながら何も反応しないでこうやってやってたんて、でいざその食べ物が来て、松原さんが食べたいなと思って食べようとしたら、いやお前さっき嫌いって言ってたじゃん、うん、嫌いって言ったの自分だった、うん、それに気づいてないの。だからもう取り憑かれてるんだ。取り憑かれてるだよね。完全に取り憑かれてる。いやそれ分かんないだろ。それやばい。